どうも、ウェイダックスです。本日またパソコンを1台作ります。今回ね、新しく使うパーツはそこそこあるんですけども、マザーボードですね。ASUS H110MA。これは初めて使うマザーです。マイクロ ATX でね、特に機能とかで選んだわけではなくて、価格と性能、いいんじゃねえかっていう感じです。はい。で、メモリが、これも CFD-DDR4、4GB 2枚。これも安いから買いました。特に問題ないと思います。はい。そして、マルチドライブ。ライトンのマルチドライブ。バルクで1700円。本体のみです。で、SSD120GB。アダタ、A データ。私はこれを結構使いますね。特に、事務処理用のまたパソコンなんで、特にスペックは気にしておりません。はい。120GB、データ、SSD。あとは、Pentium LGA1151G4400 です。これはね、セレオンでも良かったんですが、結構安いんですよね。なんか4400って。だからとりあえず、セレオン、とペンティアムってほとんど私は体感的にも差を感じないんですが、少しでもいい CPU をということで G4400 です。はい。そしてケース、はいはい、評判の悪い軽安のケース、KE8 ですね。ケースの評判が悪いっていうか電源の評判が悪いですが、電源付きでこの価格、5000円ぐらいで買えるケースっていうのはなかなかね、ないんで、電源が壊れたら壊れたで、その時対応するということで、とりあえず安いケース使います。はい。で、一式だいたいこれでまた3万円ぐらいで収まりました。特に予算は考えてないんですけども、とりあえずそれなり、っていうか、それぐらい安く、できるだけ安く収めたいなということで、これぐらいにしました。使う用途としては事務処理です。なので、SSD も 120GB で十分ということで、気軽にね、サクッと1台作りたいと思います。では、早速作ります。そしたら最初にマザーボードです。LGA1151 は、まだ、多分3台ぐらいしか組んだことがないんですけども、特にね、差っていうのはなくって、LGA1150 と作り方としてはほとんど一緒です。ソケットが違うぐらいで特に変わることなんて、最近の自作ではほとんどないんですけども。ただね、1151になって、PS2 ポートじゃないとね、OS のインストール、特に Windows 7のインストールの時には、ちょっとドライバーが USB の方が新しい規格ということで、対応してないことがありますんで、ね、大体だからね、PS2 ポートついてるんですよ、1151って。最近ついてないのが多くなってきてたんですけども、なんかこれを機にまた PS2 ポートはついてるものが多くなりそうです。ファンもまたリテールファン、リテールで十分だと私はリテール派なんですが、特にね、オーバークロックもしないですし、負荷もね、ある一定の負荷しかかけないので、リテールファンで十分だと思ってます。ただショックなのが、ちょっと上の方の CPU になってくるとファンがついてないんですよね、最近。だからリテールファンをつけてほしいですね、 i7 とかにも。 i5 は i5 もついてないんですよね。2箇所溝がありますんで、この溝を合わせてあげる。で、置くだけですね。はい。で、蓋を閉めます。これで終わり。で、CPU ファン。CPU ファンはですね、毎回言いますが、グリスがここに貼られてますので、このままつけて構いません。で、CPU ファンの、フ
ファンのね、この電源はちゃんとマザーボードの CPU ファンと書かれてるところから取りましょう。ここがそうなんで、位置的にもこうがいいかなと思いますんで、こうつけます。CPU ファンの取り付け方ですが、カチッというまで押します。で、まず今ここを止めたんですけど、まあ、次は対角線上に、はい、カチッというまで。で、ま、あとはどっちからでもいいと思うんですけど、はい、カチッというまでしっかり押しましょう。で、裏からの確認です。綺麗にちゃんと突起が同じように出てることを確認してください。はい、ちゃんと裏から同じように突起が出てれば密着は完璧だと思いますので、これで OK、はい、これでマザーボード CPU、 CPU ファンの取り付けが終わりました。はい、ではね、次はメモリーです。メモリーは、溝の位置で規格が違ってくるので、溝が入るかちゃんと前もって確認した上で刺します。はい、溝があってればしっかり刺さるはずです。この金の部分がね、だいたいしっかり刺さると見えなくなりますので、それを目安でグッと押し込んでください。はい、水平にね、押せっていう話もあるんですけど、難しければ片方ずつ締めてもらっていいと思います。で、このメモリースロットのロックのところが同じとこまで来てれば2枚とも問題なく刺さってると思いますので OK です。はい、毎回言いますが、ここでもうパソコンの自作ってほぼ終了なんです。あとはね、ケースとの配線さえ間違えなければ、BIOS の起動まではいきます。はい、では次はケースです。ケースはまた私は軽安のものを選択したんですが、軽安はね、とにかく安い。まあ安い分故障率も高いようですが、まあね、5割ってことはないんで8割大丈夫だと思いますけどね。私も買ってそのまま壊れてたことも経験してます。はい、でまあ故障にも何回かあってます。それでもコストパフォーマンスを考えると、どうしても軽安という選択に至ってしまいます。まあ故障したらね、買えりゃいいんですよ、電源を、もしくはケースを。まあそれもいい勉強だと思えば、そんなに高くはないと思っては私はあります。はい、まあね、自作が怖ければ普通に売られてるパソコンを買ったり、ショップブランドのパソコンで全然構わないと思いますし、せっかく自作するならね、やっぱりいろんな失敗したらそれがまた勉強になるんでいいと思うんですよ。で、いきなり高いパーツ買って失敗したらそれはやってられないので、確かにそういうので揃えるときはちゃんと調べてね、いいパーツを買い揃えたらいいかとは思うんですけど、私はね、もうできるだけ安いパーツで一式揃えてしまって組み立てる。で、まあ故障したら故障したで悪い部分を取っ替えていくというやり方の方が勉強にはなりますね。トラブルを怖がるんだったらね、自作はね、やってちゃダメかもしれないですね。何か起こって何かを学ぶというのがやっぱり常になっちゃって、まあミスから物事を学ぶというのはあまりいいことではないらしいんですけどね。ではね、マザーボードを、スペーサーで固定します。スペーサーの位置なんですけども、マザーボードを、まあ、仮置きしてみるか、大体の位置を確認しておいて、はい、スペーサーを取り付けていきます。最近のは最初からスペーサー取り付けられていたりしますが、まだ多くの自
作用のケースはスペーサーは自分で取り付けることになると思います、まあ、マザーボードの位置によってマザーボードのネジ位置によってスペーサーをつける位置が変わってきますん でただね、安いケースはね、このスペーサーがね入りにくいことが多いです。歪んで入ったりしっかり締まらなかったり、これもつけやすいとは言えないですね。割とすんなり入っている方ですけど、スペーサーを6箇所取り付けました。これでマザーボードの固定をしていきます。マザーボードを取り付ける前にパネルですね、入出力の部分のやつ、これね、LAN とか、USB にこういう出っ張ってるのがついてるんですけど、これはね、できるだけこっちにしといた方がいいですね。この、ビデオカードのとこもそうですね。これね、つけるときに結構蓋してしまうことがあるんですよ。 DVI のところはちょっとVGA の邪魔になるかもしれないんで、そこそこでしときますけど、他のところは結構僕はしっかり曲げときます。はい、これで取り付ける。これも安いケースあるあるなんですけど、安いケースだとこれがなかなかはまらないことがあります。まあ頑張ってはめてください。マザーボードを置きます。でマザーボードを置くときにね、配線を一緒に挟まないように気をつけましょう、はい、マザーボードをケースに入れて、ビス止めします。マザーボードをネジで止めるだけなんですけども、マザーボードが歪まないようにと、ちゃんとつけるときに本当にこの裏のパネル部分が出ているかどうかは確認しながら、はい、ケースの方にマザーボードを固定しました。この時に確認すべきなのはこのポートですね、塞いでないこと、ちゃんと全部させるかっていうのを確認しておいた方がいいです、はい、ドライブ、マルチドライブと SSD を固定します。これね、私が嫌いなパターンですね。この結晶、これ必要ですか？見栄えをね、この綺麗にする感じ、できればこのドライブの蓋っていうのはこう、なんていうんですかね、外からじゃなくてちゃんとっていうか、ちゃんと抜けるドライブをこっからさせる形状のものを選んだ方が作はだいぶ楽ですね。マルチドライブをこっから内側からさせればいいんですけど、まあこれはさせますね。なのでまだマシで、このボタンを押せるように距離をちゃんと調整する必要があります。こっから入らない場合は前蓋を開けて入れないと仕方がありません。今回はこっから入るのでこのまま入れます。はい、SSD をケースで固定します。今回はケースの底の部分に取り付けることにします。SSD をここに固定しました。ではマルチドライブ、マルチドライブは、これにつけてからはめるんですけど、このボタンのね間隔が1回で合わない可能性があります。4個穴がありますんで、一番ベストなポジションを探ってください。はい、正解は数字がね、1,2,3,4って振ってあるんですけど、3でした。3、これをね毎回探すのがめんどくさいんですよ。だいたいまあ3番目か2番目ぐらいなんですけど、これがめんどくさいので、前蓋はね、前蓋っていうかケースはドライブが簡単につけられるものを選んだ方が楽です。ドライブの位置が決まったので、ドライブを取り外すための部分というのか分かりませんけど、ここを固定します。はい、ほぼこれで
配線以外は完成ですね。あとはマルチドライブと SSD と電源関係の配線すれば完成となります。ではそれが一番めんどくさいんですけど、それを行います。まず電源の配線、まずは、主電源でね、これは爪がしっかり引っかかるとこまで刺せば OK。 はい、次に CPU ですね。マザーボードと CPU の電源2箇所挿しました。そしたらマルチドライブと SSD、 マルチドライブと SSD への電源を配線しました。 L になってるんで、それさえ間違えなければ挿すだけです。マルチドライブと SSD をシリアル ATA ケーブルで接続します。マルチドライブは CRATA1 から4まであるんですけど、4に挿します。はい、でシリアル ATA は1から4まであって1に挿します。はい、見えにくいかもしれませんが SSDとマルチドライブ、シリアル ATA で接続しました。そしたらあとはですね、マザーボードの USB 3.0 とオーディオと USB になりますんで、 USB 3.0 も USB もオーディオも、それぞれ形状というか、まあ、USB とオーディオは一緒なんですけど、空いてる穴の位置が違います。で USB 3.0 はこうちょっと太いので刺さるとこにしか刺さりませんという感じです。はい、USB 3.0 とオーディオあと USB へ配線が終わりました。あとは毎回言いますが、一番大事なパワースイッチですね。あとはハードディスク LED、 パワー LED、 リセットスイッチですけど、パワースイッチさえ間違えなければ基本的にパソコンは起動しますので、パワースイッチを一番気をつけて配線する。あとはランプがつかなければね、プラスマイナス間違ってるぐらいなもんです。はい、でこれはオレンジと白、赤と白、緑と白、青と白ですが、こういう時は白がマイナスです。はい、では刺します。基板にプラスマイナス書いてあるのと、どこにどこを刺せっていう指示が見えるんで、パワーとかハードディスク、リセット、パワー LED ですね、そのまま刺しました。よくわからない方は説明書の方に細かく記載してありますので、それを確認してください。はい、これで基本完成です。はい、これで電源入れて BIOS の画面が出れば、あとは OS を入れるだけです。はい、それでは起動確認して今回の自作は終了したいと思います。OS はね、今 XP でノートを使ってる入れ替えに、今回このデスクトップを使うことになったんで、 OS は基本 Windows 7を新規に入れると思います。はい、では起動の確認。はい、ではモニターとこいつをつないで、こいつに電源をつなぎましたので、電源を入れて起動を確認したいと思います。はい、起動しました。 CRATA1 に SSD、
G42 マルチドライブが、認識されてます。 CPU は G4400 で認識されております。なので基本これで OK と言えますかね。これで一回今度は BIOS 画面 F1 はい、BIOS が出ました。でね、ここでね確認してほしいのはマザーボードの温度ですね。あとは CPU の温度ですね。今、CPU が22、3度、4度。ペンティアムとかセレロンのいいのは、すごい温度が低いってことですね。これで安定してれば、特に問題ないと思います。今、20度ぐらいから始まって、24度ですね、今。これ以上上がらなければ、CPU ファンは問題ないと思います。はい。多分大丈夫ですね。はい。あとは、OS が決まれば OS の CD を用意して、メニューに従ってインストールしましょう。で、10で入れるんなら USB キーボードそのまま使えると思うんですけど、7の場合は PS2 のキーボードを、PS2 のキーボード、マウスを用意した方がいいです。はい。はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。